小塩春奈選手です。小塩選手、本日見事な勝利おめでとうございます。チームの勝利がかかった大切な一戦、しぶといプレーで成本選手を制しました。勝因を教えてください。はい、前の12月の試合で、3対1で負けてたので、今回その反省を生かしてしっかり自分のプレーをすることができたのが良かったです。さあ、今日はホームでの開催となりましたが、ホームの熱い応援はどのような力を与えてくれましたか？はい、競った場面とか自分が少し焦った場面で、皆さんの応援を聞いて力になって、しっかりプレーすることができました。やはり応援は力になるということですね。さあ、セミファイナル進出をかけて明日もホーム戦が続きます。こちら豊田合成エントリオに集まってくださったファンの皆さん、そして中継をご覧の皆さんへ熱いメッセージをお願いします。はい、明日もすごい大事な試合があるので、たくさんの人に見に来てほしいです。そして今日試合に来てくださった方、すごい力になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。